いのかな。あ、やろうよ。はい、どうも、冒険王 TV のほっちゃんと申します。はい、はい、今回なんですけれども、無印、まあ、今回ファッションの話ですね。無印良品のあのショーツ今履いてるんですけれども、このですね欠点を見つけてしまったので、その紹介をしていきたいと思います。欠点があるんですね。そうですね、無印良品、まあ、足も半年ぐらい前に無印良品買い始めて、買い始めたのがもう半年ぐらい前だね。そこで気づいたね。遅めだね、かなり遅い。で、まあ、結構思ったよりもいいなと思って、ユニクロとかとはちょっと違って、なんか無印買い始めたのは 服ってこと？服だけ。でも今これもいろいろ売ってるよね、無印良品。で、ショーツ買ったんですよ、まあ、今更というか、これも、うん、いや なぜか履いてるんですけど。ほっちゃん、そうですね、一応この2色買ったんですよ。あのこのなんて言うんだろう、これなんて言うんですかね、これ色、エンジ色じゃないか、何これ、カーキだ、カーキ、そっちか、カーキか、うん、いや、これはな、なんて言うの、茶色のやつですね。で買ったんですけれども、まあこれどっちかというと、まあ、自宅履き用というか、多分これ持ってる人多いよ。で美咲ちゃんも自分で買ってるぐらいだし。私は買ってないんですけど。もらった？そう、もらった、借りてる。借りてる、うん、借りてる、まあ、今も借りてるな。今も長期間も借りてる。借りる派ですね。借りる派。何でも借りちゃう。そうですね。借りて、気づいたら自分のクローゼットに入ってる。あ、そうなんだ。すげえな。ですね、でこのショーツ、すごく動きやすくて、まあ程よい丈感というかでね、まあ、無印良品だから結構売れてると思うんで、値段も2000円だからいいと思うんですけれども、欠点がありまして。何でしょう、これ、まあね、これ多分男性しか分からないんですけれども、これね、何でしょう、分かる今分かった。いや、なんで持った、あ、違う違う違う、いやだからこの違う、今違う違う、分かりますよ。え、どういうこと、どういうこと、あ、違う違う、今だから水滴つけてんだって。そういうことか。あ、そうそう。あ、違う違う、いやいや、あ、あの、持ってすごい、そうしたい。いやいや、なんでそれ持ったと思って。なるほどなるほど。なるほど。びっくりした、ほっちゃんが急に。ああ。急に出してきたと思って。ちょっとごめんね、これ。ちょっと水が足りないもんで。うん、ちょっとこれ申し訳ないけど、使わせてもらおう。これね、男性諸君ならわかるんですけれども、そのトイレ。ちょっとあえて濡らします。あ、もうこれ撥水しちゃうな。めっちゃわかる、めっちゃわかる。これ分かりますかね、これね、めちゃくちゃね、濡れると染みるんですよ。この今ちょっとお茶つけましたけれども、すごい目立つんですよね、これやらかしたなっていう感が。今もうすごいやらかしてますけれども、男性諸君で結構慌てて、ね、用を足すとたまにいるんですよね、やらかしてる人が。わし結構気をつけるようにしてるんですけれども、気をつけてるけど、たまになんか焦ってるか分かんないけど、うん、気づいたら、あ、やべってなった時があって、でこれ、このいや、これはまだ体験してないけど、うん、普通のチノパンとかで、あ、でこれね、要は量足してあれだったらまだ仕方ないんですけれども、うん、このね、今ちょっと手を洗ってこっちついただけでやらかした感がすごいんですよね、うん、これめっちゃやらかしてるなっていう感が。でこれなんでしょうね、そっちの色は多分大丈夫だと思う。これがね多分やばい。それちょっとポケット探ってみてくれ。多分ね、値札みたいなものを入れてたよ。そう、うん、あ、それはごめんなさい、紹介するのは忘れたんですけど、このショートパンツ1990円ですね。でこれオーガニックコットンのせいなのか分かんないですけど、ぐんぐん吸収してるんですよね、これ今。そっちで濡らす、それは多分水が足りない。ああ、まあでも、まあ、分かります、分かるっちゃ分かるって感じ。そうで、結構その血のパンでやらかしてると、たまに男性で気づいてない人が多くて、ここ最近でも一人見かけましたね。友人とか知人で、トイレ行ってきますって言って戻ってきて、にこやかな、全然本人気づいてないけど、なんかもうね、右か左かどっちかに芯がついてて、いやでも気づいたことある？30キロの方？違う気づいたことない、本当にない、うん、あ、女子は気づかないかもしれない。いやでも分かると思う、多分その人たちが気にしてるんじゃないかなって。いや、そんななんかその状態で、いやね、その人全然気づいてないのよ、うん、
でもうやっぱね恥ずかしいんですよね。でこっち私結構あの気づいちゃうので、チャックが開いてたらすぐ注意するだけで済むんですけれども、これはね注意しにくいんですよね。でもちょっとなんかあの気にして、いや他の人の公衆の面前に触れてるので、言いました、いやその言えなかったねチャックはすぐ言うけど即座に恥ずかしくて言えないね。でまあこのオーガニックコットンのやつやっぱりですね、やっぱりまだ乾いてない、結構ね乾きが遅いんですよね。乾きが遅いというかトータルで見れば多分薄いもんで、あの洗濯して干して半日で多分乾くぐらいだったんですけれども、そのねやらかしてしまったなって思った時、その水つけてしまったなって思った時に、あのトイレじゃなくて当面これが続くんですよね。今もまだ5分ぐらい続いてますけれども、でもしこれはトイレでやらかしてしまった場合は、結構私の場合ごまかすんですけれども、あえて盛大に手を洗ってバッてつけて、そのなんだろう、木を隠すのは森の中作戦みたいな感じで、あのごまかすんですけれども、あ、ほんと、もうめっちゃ汚い子、そうそうそう、だもんで、たまに男でめっちゃ黒煙がバッついてる場合は、もしかしたらごまかしてるかもしれない。なるほどなるほど。ただごまかした場合はこの水を上からこっちかけた場合はすぐに乾くんだけど、やっぱりやらかしてる一箇所だ、ポイントだけはこの内側から染み出してくるから乾きが遅いのね。だもんで乾いたなと思って一個だけ残ってたら、それは多分やらかしたパターン。美咲ちゃん気づいたことないかもしれないけど、結構ね、それ何回かやったことあることなんですか？あ、自分でやらかしたってなって、そう、自分でやらかしたなと思ってで、ってやったことはある経験ある、ある。でやらかしたなと思った場合、まず一つはもうカバンで隠すとか、カバンで隠しながらで椅子に座ってもうあとは乾くまで待つとか、椅子に座っちゃえばこっちのもん、そう、こっちの問題、こっちのもん。いやでもねこれ立ってなきゃいけない場合とか、うん、消防士の時とかもありましたね。先輩が救急の講義とかするときに、あの初任研修って言って、要はこれから消防士成り立ての子たちがバッといる中で、救急の服があのネイビーというかグレーだったんですけれども、あのトイレ行ってきて先輩が戻ってきて盛大にシミをつけて帰ってきて、先輩がで俺すぐ気づいて、それをやべえなと思いながら、でそのままが学生がこう座りながら体育座りで聞いてる中で、先輩がもう堂々と喋ってるもんで、いやこれでもめっちゃいいことね、かっこいい講義してても、それでめっちゃ恥ずかしいなと思って、一気に締まりがなくなりますからね。あとについてはなんかその後、いやもうでも先輩もそれ気づいてないから、気づいてたらもしかしたら自分とあとその学生だけだったと思うけど、まあ気づかないのが一番幸せだね。そうですね、気づかないのが幸せ。気づいちゃうからもう恥ずかしかったですねあれは。まあ先輩とか自分の場合もすぐ気づくから、まあ自分が気づいた場合はもう即座に手を濡らしてバーって、あえてそのなんか手洗いに失敗したみたいな演出をして、でもしかしたら手洗いに失敗したんだろうなこの人って思ってたのが実はそれだったかもしれない。そう、いや結構多分注意して今度から見てみます。男性のそう目、まあ、股間をというかっていう感じですね、はい、はい。なのでちょっとねこの無印良品のショーツを買うときは、そこにですね注意していただければなというふうに思います。はい、まあ価格が安くてね、うん、あのまあ女性が履いてもなんとかなるような、ね、あのデザインなので、はい、っていう感じです。はい、すみません、くだらない話を。無印良品ネタは、なんかあの結構数字が稼げそうな、あ、確かに。はい、以上です。